はい、続いてのロケ現場は、はい、博多駅前のマルサ福沢屋さんです。福沢屋さん、ありがとうございます。そしてなんと今回ロケ地までお貸しいただいて。お前が抑えたんか、これは。はい、演者は、演者はもう、はい、もう来る、来ます、来ます。来てる、はい、演者さん、お願いします。ちょっとツッコミどころ多すぎやろ。ツッコミどころ多すぎやろ。もうなんか、すいません、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで出演するのは、これまた独特の衣装を着せられた三つ丈とモット。何今日いや、まず知らんでこれやらされてる。いやいや、本当に俺ら分かんないから。分からんでこれ。俺らマジで分かんないから。今気合入りすぎ、状況が。マイク時間帯。2人が出演する CM は明太子の福沢屋。現在の時刻をお知らせする福岡では有名な CM だ。3、2、1、ピシャ。 CM は見たことあるよ。でしょ。え、ピシャのやつ。そう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 、それだよ。え、福沢屋さんで CM 撮るの今から。はい、そう。なんでお揃いな。あんた、お揃いな。なんでこれお揃いな。何このツーショット。普通に夫婦や。マイク時間帯。これね、ピシャッと丸さがついとうからし明太の福沢屋が、ね、これまたピシャッと富士をお知らせします。3、2、1、ピシャッ。はい、これでございます。僕大丈夫、はい、大丈夫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 、頑張ります。大丈夫ね。ピシャッと練習、練習してね。そこだけじゃないよ。似てるね。ここではおばあちゃん役を元、ヒゲの外国人マイクはヒゲの三つ丈に演じてもらう。しかも福沢屋さんの全面協力のもと、本社売店で撮影させていただいた。あの、元じゃないだろ、おばあちゃんからね。おばあちゃん、もう少し面倒遅いな。なんか遅いな。完コピを目指すメンバー、まずは元のおばあちゃんに注目だ。カメラアクション。マイク時間だ。はい、まだ遅い、もうちょっと。マイクになってるから、マイク完全にこっち見て、マイク時間帯。マークや坂田の細かい要求に応えようとする元。頑張れ。マイク時間だ。はい、オーケー、オーケー、オーケー。続いてはヒゲのマイクを演じるヒゲの三つ丈。おー、コミカルに登場するところがポイントだ。おお、いいね、いいよ、いいよ。ま、前の方がいいかもね、来るの、行くの方。本当はあっちゃうけど。おお、いいね。そう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 、先生、先生。もうちょっと高めの O、高めの O。おお、先生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 。もっと外人風 O。おお、全部一緒に聞こえる。全部一緒に聞こえる。聞こえるよ。低めに、低めに、低めに、おお、一緒やし、一緒やし。ニュアンスちゃうんかこれ。違うよ、ニュアンスが違う。そこはね、そこはね、俺らまだまだ、全然まだセクシーなおーがいい。おお、いいね。めっちゃ可愛い人見つけたのおーやってみる。今の何してたの。お遊びはここまで。外国人マイクのシーン、いざ本番。いきまーす。じゃん。おー、はい、いいんじゃないですか。いいよ、いいよ、めっちゃいいよ。いいんじゃないですか。 OK、 よし、いいんじゃないですか。よし。そして最後はおばあちゃんが時刻をお知らせするシーン。ピシャッと丸さがついとうからし明太の福沢屋が、これまたピシャッと9時をお知らせします。3、2、1、ピシャッ。かなりの長ゼリフ。タイ出身の元には難易度が高いシーンだ。シュン、
ピシャッと丸さが吸いと辛子明太子の副菜やが、これまたピシャッと一時5分をおすいしゃぶしょうしょうしょうやったー。いい微笑みだね。途中までよかったけどね。でも分かる、俺もこんな感じに何回もあったけど。もう一回行こう、マイク時間かおいよいよ CM が完成。果たして元はピシャッとお知らせすることができたのか、実際のリアルな時刻でお伝えします。マイク時間だ。おピシャッと戻さかスイート辛子明太子の副菜がこれまたピシャッと一時中古風のお知らせします。3、2、1ピシャ。はい、オッケー。いいよ、いいよ、はいはいはい、いいね、オッケー、いいよ、いいよ。マイク時間だ。おー、元と三竹の頑張りでいい感じに完成した福鞘屋の CM。 せっかくなので福鞘屋の偉い方に感想を聞いてみよう。ピシャ。今の撮影を見てどうでした？なかなかですね、もういい出来でしたですね。おー、交換色、新しい福鞘屋の風を良さを出せたらなと思って。 ありがとうございます。ぜひ CM ください。お願いします。お願いします。一か八かですか、要件とさせていただきます。まあ、それだけでもだいぶ嬉しいです。お願いします。福鞘屋さん、ぜひ CM 出演お願いします。